おはようございます、ゆうへいです。さて今週もね始まりました。今日は月曜日でございます。一応ね今週の予定は、もうバイトなんですよね。バイトの予定なんですけども、週5ですね。月火行って水木土、月火水木土の5日間の予定でございます。なのでね、あの連休はないです。連休はなくて飛び級なんです。あの飛び級というのが分かりませんが、連休はございませんと。ちなみに昨日までね僕 3連休、珍しく3連休してたんですよね。なのでね、なんかこう久々に休んだなっていう感じしますね。3日休むと休んだ感はでかいです。今までね飛び石の休みやったんで、連休もねなかなかいいかなと思い始めております。まあそんなこんなで昨日はね結構よく寝れましたので、また気持ちを新たに頑張ろうかなというところですね。それでは行ってまいります。どうもおはようございます、ゆうへいです。さて本日もアルバイト、今日はね火曜日ですね。火曜日、今日バイト行って明日はお休みでございます。一応ね最近僕 YouTube 活動もね頑張らないといけないなと思ってまして、まあ、それはずっと思ってるんですけども、日々ねやっぱりまずは撮影をしないと始まらないので、1日1回だけでもねちょっとだけでも撮影するということを目標にやっております。ちなみにね最近のなんというか僕の悩みなんですけどね、悩みは夜中にね目が覚めちゃうんですよね。これねバイト始めてからなんですけども、僕バイト始める前まではもう僕のこの人生において夜寝たらね朝までその起きることってめったになかったんですよ。ところが最近ね4時ぐらいに目が覚めちゃって、でその後うだうだなかなか寝れないんですよね。でまあしばらくしたらまあ寝るんですけどもね、なんか睡眠不足なんですよ。だから日々でお昼ご飯を食べた後にだいたいめっちゃ眠くなるんですよね。仕事中にめちゃめちゃ眠くなるから、それが嫌なんですけどね、一体どうすればいいのかなと思って、仕事中ねよくお茶を飲んでたんですけど、まあカフェインを取らない方がいいのかなと思ってちょっとね水に変えて見てるんですけど、効果があるんでしょうか、どうなんでしょう。まあそんなわけでちょっと今日もねアルバイト行ってまいります。どうもこんにちは、ゆうへいです。さて本日ねアルバイト休みでして、午前中はねちょっとだらっとしつつも動画をね1本完成させました。そして今12時ちょっと前ぐらいなんですけども、お昼ご飯食べようと思ってね冷蔵庫カパッと開けたらですねこんなもんが出てまいりました。じゃじゃん。はい、これ何かと言いますと弁当ですね。弁当、僕ねバイトがある日はね前の日の夜に弁当を作っとくわけですよ。でこれ昨日の夜ですね、今日休みにもかかわらず弁当を作っちゃったようでございます。なので今日のお昼ご飯はこれ。ちなみにこれ何かっていうと、きゅうり、トマト、ちくわの塩昆布和えですね。それにソーセージと煮卵で、これが冷凍のなんかカツみたいなもんですね。まあせっかくなのでね電子レンジでチンしていただきたいなと思います。まあ、バイト先にもね電子レンジあるんで温めて食べてるんですけど、やっぱ嬉しいですよね、電子レンジがあって弁当を温めることができるというのは。あと何気に冷蔵庫もあるから、人によってはね冷蔵庫に弁当をね保管してる人もいらっしゃいます。まあ、僕の場合は面倒くさいんでロッカーも一応あるんで、ロッカーに弁当入れといて食べるときに温めると、そんなスタイルでやってます。はい、よっこらしょ、というわけでお弁当ねいただきます。お弁当ちょっとおかずがねしょっぱいものが少ないとか、ご飯のおかずになる系のものが少ないので、まあこの塩昆布とトマトときゅうりをねご飯の上にかけて、ふりかけみたいにしてね、サラダライスみたいな感じでいっちゃおうかなと思います。それにしても僕以前はバイト行くときね、
コンビニでだいたいおにぎりとかおにぎりを買って行ってたんですけど、やっぱおにぎりよりも弁当の方が格段に安いですね。おにぎり2つとパンとか買ったらもう400円とか500円いきますでしょ。だけどこれ弁当やったら全然これ多分もう200円とかそういうぐらいなので全然安いかなという感じですよね。うん。さて久しぶりにねジョギングです。いつぶりやろな、まあ、1ヶ月は経ってないんですけども、ちょっと久々のねジョギングです。暖かくなってきたので、まあいいっすよね。やっぱりクソ寒いとしんどいけどね、暖かい方が絶対やりやすいです。まあまたね真夏になったら暑くてできないので、今のうちにたくさん走っておきたいもんですよね。しかし疲れた。今ねここ1キロ地点でいつも3キロ目指してやってるんですけども、あと2キロなんやけど、めちゃめちゃ疲れました。どういうことなんやろ、疲れがね残ってるのかもしれませんね。なんかバイトの疲れが。一応ねなんか調子がいい時はジョギングの前に筋トレしたり柔軟体操したりするんですけども、今日はねもうなんかもうすっごい眠かったから、とりあえず出てきました。とりあえず出てきて、まあ走ろうかなという感じですね。はい、じゃああと2キロ頑張ってまいりたいなと思います。無事に全部でね3キロ走ることができました。いや疲れた。結構もう暑いですね。今4月の、半ばぐらいなんですけど、やっぱり走るともう暑いっすね。はい、まあいい感じで汗かける。やっぱりこう走って汗かくっていうのがね気持ちいいことではあるんですよね。なのでちょっとせっかくなんでね、これ本当続けていきたい。ジョギングね、そして筋トレもやらんといかんですね。やっぱりまずはなんかこう最近僕ねうだうだねしてしまってるんで、なんというか生活をね良くしていく必要があるのかなと思います。まずはこうジョギングしたりとかさ、あのちゃんとね飯作って食べるとか、そういうことをね目指してやっていきたいですね。これもトレーニングだと思って。さてそれではね晩ご飯を作ってまいりたいなと思います。というわけでもうすでにちょっと飲んでるんです。もうすでにねちょっと飲んでて、まあ若干酔っ払いつつはあるんですけれども、それでははい、一応ね夕方ぐらいに買い物に行きましてですね、帰ってきて、なんでなんかビールを飲みつつながらなんかやんわりと動画編集をしてました。そして今現在、6時半ぐらいですね。6時半、あの夕方の6時半ぐらいなんですけども、お腹が減ってきたので晩ご飯を作ろうかなというところでございます。そして本日ね何作ろうかなというところなんですけども、またねスーパーをうろうろ回りながら考えてたんですけども、クックドゥのコーナーであの豚バラピーマンの甘辛きんぴら炒め、それなんかあったので、あのそれは買ってないんですけども、みたいな感じでね作ろうかなと思います。それとね忘れてたんですけども、なんとなく勢いでこのボイルホタルイカもね 40% 引きに引かれて買ってしまったので、これをねつまみつつながら、豚バラピーマンの甘辛きんぴら炒めねやってみたいなと思います。ボイルホタルイカねこの間買った時に結構美味しかったんですよ。あのライブ配信の時にあの食べたんですけどね、それ美味しかったんでまたまたね買ってしまいました。よっしゃ、ええ感じでね酢味噌をつけてみました。これねあのイカにね目ん玉がついてるでしょ。目ん玉が映ってるかな、これ目ん玉がねついてるんですけども、目ん玉がその食べた時のね食感があまり良くないんで、目ん玉を取り外してるやつもあるらしいんですけど、まあ僕はねあんまり気にならないっていうのと、
まあその目ん玉取り外しバージョンどこにあるのか分からなかったので、まあ、とりあえず普通に買いました。ではいただきます。うん、おいしい。さてそれではまずねピーマンの千切りを作ってまいりたいなと思います。僕ねピーマンは好きなんで、まあこれ4つ入りやったんですけども、全部使いたいなという気分ですね。これを果たして4つ全部千切りにしたら一体どのくらいの量になるんでしょうか。あ、めっちゃいい匂い、ピーマンのいい匂いがしております。ちなみに僕ねピーマンは種も食べちゃうタイプなんですよね。ピーマンの種はねとろっとしてて美味しいので全くなんでしょうか、食べた時にね全然気にならないんで普通に食べたらいいと思います。ピーマンの種は。ちなみにこのイカのねイカの目ん玉は食べた時にちょっと気になりますね。確かに、うん、なんか硬い粒があるなという感じするんですけども、イカの目ん玉はね。だけどピーマンの種は全然問題ないので皆様食べてください。はい、今現在こんな感じ。ピーマンね結構山盛りとなりました。そして豚肉があって、これからね合わせ調味料を作りたいなと思います。まずは醤油、酒、そして砂糖。砂糖がね結構重要なんですね料理って。僕ね砂糖をね料理で使うというか甘いものにあんまり興味がないんで、砂糖がねあんまり使ってこなかったんですよ人生で。だけど料理に砂糖を使うと美味しいということをね覚えましてですね、それからというものを砂糖使うようになってるんですけど、よいしょ、はい、砂糖を入れときますと、甘辛金平なんでね。そして最後に味噌をね何本か入れとこうかなと思います。これを入れとくことによってなんかこうええ感じのね甘辛い感じになるんじゃないかと期待しております。それではテッカー、まずはねこの千切りピーマンに若干ね火を通していきたいなと。よし、じゃあねざっくりピーマンが熱くなってきたと思いますので、それでは肉を投入。よしよし、いい感じで豚肉に火が通ってまいりました。それではこいつあんまりね焼きすぎたら美味しくなくなるんで、これを投入。はい、今現在こんな感じでございます。なかなか美味しそう。最後に胡椒をかけて出来上がりです。じゃじゃん、できました。豚バラピーマンの甘辛きんぴら炒め、いかがでしょうか。一応ねプチトマトを添えてええ感じにしてみました。それではいただきます。どんな感じなんやろ。砂糖をね適当に多く入れたのでかなり甘い可能性がありますが、豚肉とピーマンきんぴら甘辛炒め、それではいただきます。うん、普通に美味しい。まあまあ、うん、なんだかんだ言ってクックドゥはめちゃめちゃ参考になります。自分ではね思いつかない
その料理を教えてくれるし、あのクックっていうの裏面を見ればなんか作り方が書いてあるんですよね。でその通り作って、最後にその合わせ調味料をそのクックドゥをかけるか、あるいは自分で作った合わせ調味料をぶっかけるかの違いだけなんで、クックドゥをね参考にして晩ご飯を作るのはね結構ありだと思います。まあ僕の場合はもうケチってね、クックドゥを買えばいいんやけども、ケチってクックドゥを買わないで自分で合わせ調味料を作るというあのことを覚えたんですけども、いやいやいや、あのなかなか美味しいですね。うん、うまっ。はい、こんな感じでね、今回の動画はこの辺で締めようかなと思います。このチャンネルのね、僕の Vlog 動画、だいたい僕の一日の様子を一本の動画にまとめていることが多いと思うんですけれども、最近はもうバイトバイトの日々で、自分の一日の、その自分の一日の様子を一本の動画にまとめるっていうことがなんとなく難しくなってきたので、もう一日ね、ちょっとだけ撮って、日々、ちょっとだけその動画を撮って、それをそのつなぎ合わせて、まあ一本の動画にするというような流れになりつつあります。さもないと、なかなかね、その僕の日常をね、皆様にお届けできないなという感じなんですよね。なので、ちょっとね、動画の雰囲気とか、スタイルが、まあ、変わってきているのかもしれませんけれども、今回はね、こんな感じで、この動画ね、締めようかなと思います。今後もね、何かしら、まあ、変わっていくのかなと思うんですけれども、引き続きね、このチャンネルの行方を見守っていただけますと嬉しいです。やっぱりね、なんだかんだ言って、もう動画を出さないと、もう YouTuber としてね、成り立たないので、どうにかこうにかね、その動画出していきたいなと思っている所存でございます。僕ね、このバイト生活をしていて、この年齢でね、もうアラフィフのおっさんですよ。そんなおっさんが、まあそのね、日常をね、こうさらけ出していく感じもね、面白いのかなと思いますのでね、本当に見ていただきますと嬉しいです。まあこんな感じで、このチャンネルでは僕の日常の動画をいろいろと上げております。僕ね、以前はドイツに住んでおりましたので、ドイツの動画を上げておりました。そして3年以上前になるんですけども、ドイツから日本に戻りましてですね、滋賀県の実家でニートをやってました。その時の動画も上がっております。そしてその後はですね、大阪で無職一人暮らしをやったりしておりましてですね、その時の動画もたくさん上がっていて、今現在はバイト生活の日々の日常動画をね、いろいろと上げておりますので、もしよかったら他の動画も見ていただいて、このチャンネルの続きが気になる方はですね、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。